河内王朝は概要に述べている現在の大阪市の上町大地に本拠地を置いたとされる日本の古代政権の故障。4世紀末に奈良盆地を中心とした王権が大阪平野を中心とする王権へと交代した和国の王朝。万世一系の皇統が神武天皇による建国以来連綿と続いてきたとする日本初期の記述に対し和国時代に 複数の王朝が攻防したとするのは歴史学上の一つの立場表明である。南馬宮に拠点を置いた大王たちを一つの王朝と、みなす、主張の中にも、思想誰とみなすか、王朝の名称を何と称するかなどの点で様々な小説がある。4世紀末に河内に新政権が成立したとする説の源流は、1949年発表の江上波浦による座談会。 日本民族文化の源流と日本国家の形成にあるとされる。その後、1960年代に、直木光次郎、上田正明、岡田誠治らがこの立場に立った研究を次々と発表した。河王長論は1960年代においては有力な説であったが、1980年代以降、学会では否定的な見解が多くなっている。 この政権の名称を最初に河上王朝と称したのは上田正明であり、以降河上王朝の名称が定着することとなった。東洋史学者の岡田秀広、日本史学者の塚口義信などが河上王朝の名称を用いている。南波王朝と称する研究者には考古学者の山根徳太郎がいる。直木孝次郎は応人天皇を政権の初代とみなす立場から、 王人王朝という名称を用いていたが、後に王朝国家との混同を避けるため、河内政権という呼称を用いるようになっている。岡田秀弘は、日本初期に言う神武天皇から王人天皇までの歴代を、日本初期の編纂を命じた、現政権の都合によって創出された架空の存在とし、日本初期の歴代天皇たちのうち、歴史上存在したのが確実なのは、 仁徳天皇からであるとし、ねじめとその子孫たちの王答を河内王朝と称する。岡田は有力天皇に否定される和王部が487年に中国の南朝宗に送った上標文に言う、曽根を祖父であるねじめの意味だと解釈、ねじめを和王部の祖父の名だと解釈した。岡田はこの解釈に基づき、 宗女に見える和の五王と、日本初期の歴代天皇を次のように否定している。ねじめさん、陳、隅京、部、四世紀末の大和政権の内部分列により、本田和家の王子が、押熊王を打倒して成立。ABCDE 直樹2009、ピアニッシも、158から159、南馬宮発掘に尽力。南馬王朝という大の著書がある岡田、2008、 岡田、1977、第4章、第5章。古代日向の謎、人務統制伝説の背景、こだわり歴史校、教育文化、九州発、読売オンライン。ありがとうございます。